どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6の最終確認について話したいと思います。昨日夜にロト6最終確認したけど、一口目は、一つ変更して、二口目は二つ変更しました。そこまで極端な数字並びにはしてないんやけど、どうかな。自信がある数字が3つぐらい、2口とも3つぐらいやったと思うねんけど、前回が本当全然あかんかったから、数字が離れて、1個も一致できなかったんけど、今回何個一致できるか。まあ、ロト6は3回ぐらい前かな。3回ぐらい前に当選してるから、今度いつ当選できるか。一番ひどかった時が本当20回後か。だいたい20回外して、それから当選っていうのが一番、ひどかった時、去年か。去年1回だけそれがあってんけど、それからは20回外したっていうのは1回もないかな。15回はあったけど、20回外したっていうのは1回だけ。30回外したっていうのは、ロト6、ロト7も1回もない。理論値で考えたら、だいたい30回に1回の当選確率らしいねんけど、今のところは一番ひどいのが20回だから、まあ、まだいい方かなって、そのポジティブに捉えてんねんけど、まあ、外れる回数は圧倒的に、やっぱり2口しか予想してないから多いねんけど、ただ、確率で考えたら、やっぱり他の宝くじ、トトとかビッグとか、ナンバーズ、ビンゴ5とかに比べたら、当選の確率はだいぶいいんじゃないかな。他の宝くじだったら20回に1回当選なんて多分できない。しかも、たった2口で、20回どころか50回に1回、もう1回当選できるかどうかだから、それと比べたらだいぶまだいいのかなとは思うけど、ロト6、ロト7もそうやけど、必ずその感覚で当選してるから、早い時はその5回に1回とかで当選が来んねんけど、でも大体平均したらそうやな、10回に1回ぐらいかな、ロト6もロト7も。他の宝くじだったらなかなかそんな感覚で当選はなかなかできないから、しかも2口で。だからそれから考えたら、やっぱりロト6とロト7は難しいのは、まあ難しいねんけど、他に比べたら当選はしやすいんじゃないかなって思います。まあその分努力しないといけないけど、でも努力した分、当選はできるから、他のくじに比べたら。だから継続して予想して、それで上位等を狙っていきたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。